ダウンタウンの浜田雅都が25日、フジテレビ系、目覚ましテレビで、三宅正春アナウンサーから、浜田の畑は、実は、痛くないと暴露され、そんなこと言うなと照れまくった。番組では、三宅アナが浜田をインタビュー、28日から始まる、ジャンクスポーツでの裏話や、突っ込みの極意などを聞いた。ジャンクでは、長島由美アナが、新アシスタントを務めるが、 早くも三回は叩かれたって言ってますと三宅アナが訴えた。浜田は笑いながらはたいた一発目は親父の真似したのかな。ガンダンですよと暴露。長島アナがどうでしゅかと発言してしまったため頭を叩く様子も放送された。浜田は初めてですし噛もうが噛む前がどっかに入れようと思ってましたと長島アナをはたくことは計算済みだったと明かし、 情の空気も、あいつがはたかれるとうまくなりますから、そこだけは考えてましたと打ち明けた。これに、感心しきりの三宅穴は、長島は、喜んでいた、浜田さんに叩かれて、一人前とコメントしたが、意外に痛くないんですよ、と、浜田のたきは、痛くないとポロリ。これには浜田も大慌て、いやいや、そんなに言うな、めっちゃ痛いと言うといて、と、苦笑いしきりだった。